こんにちは、リチャードです。今日はちょっと風が引いてますけど、でもちょっと頑張りましょう。先週のビデオのメッセージとかコメント、本当にありがとうございました。素晴らしいものばかりで、今日も質問とかコメントあれば、ぜひこの下に書いてください。先週のビデオで一つ多くある質問は、恥ずかしい子たちはどうしたらいいかの問題点ですね。それはどこでもよくある問題点です。不思議のはこれどんな国に行ってもみんながこの恥ずかしさがその国の特徴と思ってるんですよ。例えば僕はタイでワークショップするときにはタイの先生たちは、あ、でもタイの子供が恥ずかしいですよと言うんです。ドイツに行ったらドイツの先生たちは、あ、でも日本わからないんだけどドイツの子供恥ずかしいですよって言うんですよ。スウェーデンでもアメリカでもそう言ったら先生たちみんなが子供が恥ずかしいって言うんです。それは当たり前です。どうしてというのは、恥ずかしいはもう人間のどこでもの人間があるものです。僕も本当に恥ずかしい人ですよ。今は仕事やってるから頑張ってますけど、でも基本は恥ずかしいということですね。でも恥ずかしいはどんな意味でしょうか。恥ずかしいの意味はコミュニケーションができるの動作です。っていうのは、恥ずかしくない人はたくさんの人とコミュニケーションできない。恥ずかしくない人は誰でもとコミュニケーションができる。だから私たちの仕事はコミュニケーション教育ですね。だから恥ずかしい子がいれば、この言い訳として、あ、この子たち恥ずかしいだから無理ではなくて、恥ずかしい子たちいれば、あ、よし、チャレンジ、この恥ずかしさをなくしましょう。この恥ずかしさが、コミュニケーション教育のターゲット、目的ですね。敵ですね。子供が敵じゃなくて、この恥ずかしい気持ちですね。そう、ポイントは、どうやって恥ずかしい気持ちをなくすかですね。どんな問題を考えるときには、一つの方法は、この問題の逆のことを考えたら解決がすぐ見つかれるっていう技ですね。僕よく使います。っていうのは、今度の場合、恥ずかしいの逆は何でしょうか。恥ずかしいの逆、いや、恥ずかしくない、これ分かっとるんやけどな。でも恥ずかしいの逆は自信があるっていうことです。いや、なんか、自信がある恥ずかしいと言えないでしょ。やっぱり恥ずかしいなら自信がないということでしょ。自信があると恥ずかしくない。だから恥ずかしいを治りたいと思えば、治る方法は自信をつけることです。 OK? And それは簡単です。すごい簡単。人間っていうのは、自信をつけるっていうのは一つの方法しかないです。これはその怖いもの、恥ずかしいものをやることです。そう、もしね、自分が英語をしゃべろうと思えば、元気イングリッシュを教えましょうと思えば、でも考えすぎると、じーっと触ると頭の中で怖さが出てくるんですね。みんなが、あ、でもしゃべる怖い、教える怖い、できない、もし失敗したらどうなる、うー、そして自分ができなくなるんですね。これスポーツでも何でものこと同じですね。考えすぎると恥ずかしい気持ちが大きくなるんです。自信が少なくなる。そう、自信が多くなるためにはすることは一つだけです。やるです。そう、いいです。この問題点の、大きな問題点を一部だけを取って、これをやったら、失敗しても失敗しても失敗しても少しだけやったら自信が生まれますよ。なんか自分が新しいものを教えようと思えば、みんなの前で英語をしゃべれようと思えば、少しだけやったらすぐ自信になると思いますよ。さあ、もし次はですね、クラスの中で1年生でも6年生でも大人でも恥ずかしい子たちがいれば、じゃあ何に関しての恥ずかしいを考えて一部だけをさせましょう。やっぱり先生たちのリーダーシップ、
がすごい大切ですね。自分がいい見本になって、もうちゃんといいボスにならなきゃですね。例えば子供がじゃあジェスチャーをするのは恥ずかしいなら、じゃあ最初は簡単なジェスチャーだけをつけましょう。例えば今週のおすすめレッスンの Eat, Drink, Dance とか Eat とか Eat, Drink, Dance とか、これだけをさせて、だん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 あのジェスチャーとかいろいろ分かるようになります。ジェスチャーの大切さが後のビデオで教えますけどね。子供がみんなの前で英語をしゃべるのが恥ずかしいなら、じゃあまずは子供、友達の前に小さな発表ができるようにさせましょう。やっぱりしつこくでさせましょうって感じ。最初は Hello だけでもいいですけどね。もしくは My name is だけでもいい。うちのスーパーヒーローのテーマを見ると、そのすごいいい発表の方法一つありますよ。っていうのはこのテーマの中で、スーパーヒーローのテーマの中で子供がスーパーヒーローの真似するから、子供の中でちょっと言い訳みたいな感じになりますね。自分じゃなくて自分がスーパーヒーローなのから喋ります。それ別の話。そう、少しずつ、じゃあ問題は、恥ずかしい問題を見つけて、少しだけ一文を子供にさせて、そして子供がやったら、失敗しても失敗しても構わないけど、少しずつ自信が大きくなります。それは僕の大ヒントです。どんな教科でも同じですね。英語だけじゃなくてです。さあ、ポイントは、恥ずかしいことは言い訳として、恥ずかしいからできない、無理ではなくて、よし、恥ずかしいことあるから、それは私たちの仕事ですね。恥ずかしいことをなくして自信をつけることが先生の仕事でしょ。なんかそれチャレンジとして、できるできるできるの気持ちで一緒に頑張りましょう。自分の子供たちでも何でも自信いっぱいでできるようになるんでしょう。頑張ってください。 OK、 来週のビデオも見てね。すごいたくさんいいものあるんですよ。 OK、 Gotta go. See you later. Bye bye.